皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日は大事なお知らせがあります。なんとくるくるクールマリオメーカー実機を始めてから1年を経過することができました。ありがとうございます。マリオメーカーに限らず、実況というか YouTube のチャンネルを開設した頃はまさかこんなに長く続けることになるなんて正直思っていませんでした。まだまだね、伸び悩んで苦戦しているところあるんですけれども、それまでこ…ん?このグダグダもくるくるクール、それでもね、ここまで続けてくることができたのは、いつも見ていただいて…なんだろう、こういうこと改まって言うことがないから緊張してるのかな。ね、ここまで続けることができたのは、いつも見てくださっている視聴者さんたちのおかげです。本当にありがとうございます。というわけでですね、今回はツイッターで、まあ1年になるんでね、皆さんからのコメントをいただけたら嬉しいなーなんてちょっとズーズーしくお願いさせていただきました。そしたらたくさんのコメントをいただきました。ありがとうございます。この場を借りまして一つずつ、読ませていただいてお返事させていただきたいと思います。まず最初、ピッコロさん、まあ、朝川さんですね。ありがとうございます。コメントの方が、ゆっくりも地声も好きやで、畜生め。ありがとうございます。朝川さんはですね、私がゆっくりでマリオメーカーの実況をしている頃からのお付き合いなんですけれども、初めて遊んだコースはヨッシーのコースでしたかね。その後、空まで飛び上がれシリーズとかをやらせていただいて、トラウマ界にも誘っていただいて、本当に感謝しております。これからも、くるくるくるの応援、よろしくお願いいたします。お二人目はモフさんですね。ありがとうございます。モフさんも確かゆっくりの実況をしている時からのお付き合いでしたかね。クールさん、おめでとうございます。ところで全モフまだですか？全モフなんて無理に決まってるでしょ、畜生め。いや、モフさんのコースね、面白いんですけどね、一つのコースをクリアするのに数時間時間がかかってしまうんですよ。で、私一日に2回分のマリオメーカーの撮影をしないといけないので、最近なかなかそれだけまとまった時間を取れる時間がないんですよね。まあ、でも少しずつでも進んでいきたいと思いますんで、全モフ、目指してこれからも頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。お次は和洋さん、ありがとうございます。おめでとうございますで早漏、なんで早漏なんだろう。継続は力なり、これからも頑張ってくださいね。ありがとうございます。まあ、ワイヤオさんに限らずね、皆さんの力のお借りしてここまで継続することができました。これからもね、頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。今日本当に緊張してるな、カミカミだな、いつもそうだけど。次の方、親方さん、初めて知ってからまだ間もないですが、1周年おめでとうございます。これからも躍進して、くる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 ということで、顔文字と一緒にいただいております。ありがとうございます。親方さんはですね、先日初めて実況させていただきました。温泉巡りでしたっけ？確かそんなような完結戦のコースを遊ばせていただきました。いつもね、ツイッターにも YouTube にもたくさんコメントいただきまして、本当にありがとう。グダグダやねん。というわけで、これからも応援の方よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お次の方は、ちげりさんですね。ツイッターで、まあ、最近お付き合いを始めていただいた方です。おめでとうございます。これからも応援してます。ありがとうございます。まあ、シンプルなメッセージなんですけれどもね、いつもツイッターの方でいいねとかリツイートとかしていただいて感謝してます。これからも応援よろしくお願いします。お次の方、実況者みつきさん。プレステ4を買いました。買われたんですね。こちらのコメントがおめでとうございますとシンプルに一言いただいてあります。ありがとうございます。まあ、実況者としてね、お互いこれからもさらに上を目指して頑張っていけたらいいなと思います。一緒に頑張りましょう。次の方、ビーチももさん。おめでとうございます。これからも陰ながら応援しています。ピーチさんの場合はね、陰ながら応援するのは無理だと思いますよ。ピーチさん声が大きいからね、どんどん前に出てきて応援してください。それとピーチさんはね、くるくるクールの宣伝部長として頑張っていただいております。これからも応援してね。で、いっぱいね、食べ物の画像を送るけどね、あんまり太らないでね、よろしくお願いします。お次の方、ゴゴモモアットフィーナーさん、
クールさん1周年おめでとうございます。地声も息気も好きです。ありがとうございます。これからも応援してます。キャッキャキャッキャ頑張ってください。キャッキャ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 。この顔文字使うのがゴゴモモさんは好きなんですね。顔文字今この喋ってるので映せてるかな、映せてるかわからないけど、これからもよろしく、応援よろしくお願いします。何回よろしくって言ったんだろう。お次の方、コウタロウアットトラウマ界キング担当さん、おめおめおめ、ありがとうございます。コウタロウさんとは確かトラウマ界ができた頃からのお付き合いになるんでしょうかね。トラウマ界に朝川さんとモフさんに誘っていただいて入ったんですけれども、そしたらそこにコウタロさんことキングことツルツルさんがいらっしゃったということで、ツルツルやないでって言われそうですけどね。はい、分かってますよ。ジャッキーさんですね。これからも素晴らしいコースを作ってください。たくさん実況させていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、お次の方はチキンアットコウダルマさん、クールさん1周年おめでとうございます。地声もゆっくりもこれからも応援します。ありがとうございます。チキンさんはですね、多分まだお付き合いをツイッターで始めてから1ヶ月とか2ヶ月とかそのぐらいの短い期間だったと思うんですけれどもね、いつも最近いいねとかリツイートしていただいてありがとうございます。これからも頑張っていきますんでね、チキンさんに応援していただくにふさわしい実況者になれるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。お次ましてはセイガンさん、おめでとうございます。クールさんの実況では特にスピラン実況はとても楽しませていただいているので、スピランを作る側としては近いスコを作りたくなります。改めておめでとうございます。セイガンさんのスピランコースはですね、砲弾乗り継ぎギミックとかがすごい面白いんですよ。ぴょん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 爽快なスピランでね、何回もやりたくなっちゃうんです。あとね、くるくるくるリスペクトのスピランコースなんかを作っていただいたりして感謝しております。これからもよろしくお願いいたします。お次の方、なおゆっくり実況さん、コメントがふむふむ。このふむふむってね、私がゆっくり実況で用務に言わせていた言葉ですね。何の実況だったか忘れてしまったんですけど、霊夢やマリサがボケたことに対してヨウムがふむふむとしか突っ込まない回があったんですね。それが一時期トラウマ界で流行りまして、それを使っていただけたんだと思います。そうじゃなくてただ単にふむふむだけだったら寂しいな。ねえ、ナオさんはね、ゆっくり実況で葵さんとかいうオリジナルのキャラクターを使って実況してらっしゃるんですけれども、めちゃくちゃ茶番もマリオメーカー実況も面白いので、皆さんよかったら見に行ってください。お次の方はタックマンさん、クールさん1周年おめでとうございます。これからもいっぱいゲーム実況をしてください。あなたはトラウマ界の誇りです。本当ですか？そんな照れちゃうよ。分かってるよ。ありがとうございます。いや、ごめんなさい、調子に乗りました。タックマンさんはね、男性なんですけれども、トラウマ界のアイドルです。これからもよろしくお願いします。お次の方、ゆういちゃん、実況を始めて1年になるって、あっそー。実況するテンション上がったり下がったりあると思いますが、継続は力なりでこれからも無理せず頑張ってくださいな。すぐに追いつけ追い越せで頑張るので、あんまり先に行ったらダメですよ。抜かせなくて困るだろう。畜生命、畜生命いただきました。ありがとうございます。ゆういちゃんはですね、私とチャンネル登録の数がかなり近いんですよ。なんで私一番のライバルだとゆういちゃんのことを思ってます。強敵と書いて友と読む、そういう関係になれたらいいなと思ってます。これからも二人で頑張っていきましょう。それとゆういちゃんはね、いい言葉を私に残せていただきました。ゴリゴリは大正義。お次、チャッコさん、1周年おめでとうございます。私の中ではマリメンといえばクールさんって感じがします。ありがとうございます。これからも実況楽しみにしています。こちらこそありがとうございます。チャッコさんはね、キャスをたくさんやられているんですけれども、 YouTube で生放送とかもかなり頻繁にやっていらっしゃいます。ファイナルファンタジー15とか、あとその他にもね、お酒飲みながらグダグダ会話してるだけのキャスとかもとても面白いので、皆さんよかったら遊びに来てあげてください。お次はケイトヨシーさん、おめでとうということで顔文字で仲良くハイタッチしてます。ありがとうございます。ケイトヨッシーさんはですね、最近ケイトヨッシーさんの企画コースの実況をさせていただきました。1画面10秒スピランコースということで、まだ上げたばっかりなんですけれどね、まだ見てない方がいたらぜひ、皆さん見に行ってください。この企画のおかげでね、私のチャンネル登録していただいている方も何人か増えましたんで感謝しております。ありがとうございます。
お次、ハグチャンネルさん。1周年おめでとうございます。くるくるクールさんの実況めっちゃ好きです。2周年目指して頑張ってください。応援してます。いつかくるくるクールさんとコラボしたいと目論んでいるハグです。ちくしょうめー。いやー、ありがとうございます。ハグチャンネルさんはね、まだ2週間ぐらいのお付き合いだったと思うんですけれども、いつもコメントいただいてありがとうございます。ハグチャンネルさんの実況ね、とても可愛らしいんで、皆さんよかったら遊びに行ってみてくださいね。あと、こちらこそ、コラボさせていただけたら嬉しいです。ぜひ、今度詳しく打ち合わせしましょう。よろしくお願いします。お次は最後ですね、ダラックマさん、ありがとうございます。クールさん1周年おめでとうございます。クールさんのリスナー歴は極端に短いですが、これからも無理せず頑張ってくださいね。いや、そんなに短くないんじゃないですかね。いつも何かとお世話になりすぎていますが、クールさんもどんどん心の中の本音をぶつけてくださいね。いつもぶつけすぎてごめんなさい。いやいやいや、これからもどんどん言ってください。これからもよろしくお願いします。あと、あの依頼きちんと頑張るので待っていてください。作る過程でまあまあ時間がかかるので。最後に一言、くる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 、ありがとうございます。あの依頼っていうのはですね、まあそのうち皆さんにお知らせできると思いますので、今の段階では内緒にしておきましょう。というわけで、本当にたくさんのコメントをいただきまして、もう大感謝でございます。皆さんありがとうございます。これからも2周年3周年目指して頑張っていきたいと思いますので、くるくるクールの応援の方よろしくお願いいたします。では次回はあなたのマリオメーカーのコースにくるくるクール。バイバーイ。